日本代表、伊藤淳也、驚異の5戦連続ゴールなるか。覚醒したスピードスターが、オーストラリアの守備を切り裂く。日本代表合衆戦、注目選手6人。日本サッカー協会、JFA は3月16日、FIFA ワールドカップ、カタール、アジア最終予選に臨む、日本代表メンバー27名を発表。 しかし、FW 大迫祐也や DF 坂井宏樹が負傷によって辞退するなど厳しい状況に陥っている。そんな中編集部では勝てば本戦出場が決まる3月24日のオーストラリア戦で注目すべき選手6人を紹介する。今回は伊藤淳也をピックアップした。動画伊藤淳也のゴールがベルギー一部で週間最優秀プレイに選ばれる。 所属クラブでは週間最優秀プレイに選ばれるなど、校長。現在、日本代表の最重要プレイヤーである伊藤淳也。所属クラブの変化でも校長を維持し、ジュピラー・ブロリーグ第13節ズルテ・ワレフェム戦では、カウンターから爆速で駆け上がり、ペナルティエリア中央でクロスを受けて得点をマーク。すると、イレブンスポーツの公式ツイッターが、この伊藤のゴールを取り上げ、 部員週間最優秀プレーと第13節の最優秀プレイに選出した。またリーグ戦では13アシストとすでにアシスト数が2桁に到達。好調ぶりを代表にそのまま還元している。新記録となる5000連続ゴールでワールドカップへと導けるか。 伊藤は第5節ベトナム戦で最終予選初ゴールを挙げると続くオマーン戦、中国戦、サウジアラビア戦と4試合連続で得点を記録。ロシアワールドカップ最終予選の時に原口元気がマークした連続得点記録に並ぶ形となった。迎える3月24日のオーストラリア戦ではいつも通り4年3月3日の右 WG でスタメン出場が確実視される。 前線からの爆速プレッシングでも相手を苦しめているが、やはり注目すべきは右サイドを駆け上がってのクロスやゴールだ。果たして覚醒したスピードアタッカーは新記録となる5試合連続ゴールを達成し、日本代表を7大会連続のワールドカップ出場に導くことができるだろうか。日本代表最大の少年は3 2 4号終戦キーマン選手出場到落。 伊藤淳也はベルギーリーグアシスト王目前三笘薫は待望の戦列復帰ワールドカップ最終予選オーストラリア戦目前キーマン選手 7MFFW 編日本代表は FIFA ワールドカップカタールアジア最終予選グループ B 第9節でオーストラリア代表3月24日ベトナム代表3月29日と対戦する オーストラリアとの試合は勝てば7大会連続のワールドカップ出場が決まる大一番。日本はアウェーでの一戦となるが勝利してワールドカップへの出場を果たすことができるだろうか。今回は前回の1月2月シリーズの代表戦からここまでの日本代表 MFFW の活躍ぶりを紹介する7は3名、8は4名の計7名。 図表、アシスト大目前の伊藤淳也の5試合連続ゴールに期待。ワールドカップ予選決戦目前サッカー日本代表フォーメーションズ。待望の復帰。三戸香る所属クラブ、ロイヤルユニオンんジロワーツ、ベルギー。青年月日、1997年5月20日、24歳。今季リーグ戦成績、18試合5得点3アシスト。 ロイヤルユニオン3、ジロワーズユニオン SG に所属するミトマカオルがついに復帰を果たした。ミトマは冬の中断中にセルクルブルージュとの練習試合で右足首を負傷。中断明け最初の RFC スラン戦を欠場し、その後リーグ戦7試合を欠場した。 だが、2022年2月26日に行われた、オイペン戦でスタメン出場し、復帰を果たすと、終盤までプレーした。その後の2試合は、途中出場。怪我明け以降ゴール、アシストともになしとなっているが、ワールドカップ出場へ向けて、若きドリブラーへの復帰は大きいだろう。三マは、2021年11月に行われた、オマーン代表戦で、A 代表デビュー。 後半頭からの出場で決勝ゴールをアシストし日本の救世主となった。だが前述の通り怪我により1月2月のシリーズは見送りとなっている。三マの特徴はやはりドリブルで独特なリズムから仕掛けるドリブルは一級品。ベルギーでもそのドリブルが通用することを証明している。果たして三マは今後調子を取り戻し代表復帰を果たすことができるだろうか オランダで奮闘するウィンガー、ンリツ、所属クラブ PSV オランダ、青年月日1998年6月16日23歳、今季リーグ戦成績18試合5得点1アシスト、運命の号柱戦でキーマンとなり得るスピードスター30史日本代表が素早い攻守で得点を狙う、前回 OGU 発の朝野ら、 伊藤や前田のゴールが見られるか。FIFA ワールドカップ出場に王手をかけた日本代表。次戦のオーストラリア戦に勝利することができれば、ワールドカップ出場が決定する。そんな日本の運命を決めるオーストラリア戦は、どのようなメンバーで戦うのだろうか。前回対戦では初めて、4年1月2日さんを披露し、田中緑の得点と、浅野拓馬のドーンゴール誘発で勝利をもぎ取った。 ボールを保持して攻撃を組み立てる相手に縦に速い攻撃でゴールを狙いたいところだ。今回もシステムは4年1月2日3が予想される。そこで期待したいのがスピードスター30子の起用だ。ミロッシュ・デゲネクやトレント・セインズベリーラ超新 CB に対しスピードのある選手を配置し素早いカウンターに転じることも一つの有効策。 伊藤淳也や浅野拓馬、前田大子刈りといった選手も召集されており、彼らにかかる期待も大きい。3トップの中央に前田を配置して、伊藤と浅野をウイングで配置させた3トップも、オーストラリアからすると厄介だろう。スタメンではなくとも、後半からスピードスター 30C を揃って出場させることも、一つの選択肢として考えられる。 運命の号柔戦でキーマンとなり得るスピードスター30市日本代表が素早い攻守で得点を狙う。前回 OGU 発の朝野ら、伊藤や前田のゴールが見られるか、FIFA ワールドカップ出場に王手をかけた日本代表、次戦のオーストラリア戦に勝利することができれば、ワールドカップ出場が決定する。 そんな日本の運命を決めるオーストラリア戦はどのようなメンバーで戦うのだろうか。前回対戦では初めて4年1月2日3を披露し、田中緑の得点と浅野拓馬のドーンゴール誘発で勝利をもぎ取った。ボールを保持して攻撃を組み立てる相手に縦に速い攻撃でゴールを狙いたいところだ。今回もシステムは4年1月2日3が予想される。 そこで期待したいのが、スピードスター30史の起用だ。ミロッシュ・デゲネクやトレント・セインズベリーラ・超新 CB に対し、スピードのある選手を配置し、素早いカウンターに転じることも、一つの有効策。伊藤純也や浅野拓馬、前田大地刈りといった選手も召集されており、彼らにかかる期待も大きい。 三トップの中央に前田を配置して伊藤と浅野をウィングで配置させた三トップもオーストラリアからすると厄介だろう。スタメンではなくとも後半からスピードスター 30C を揃って出場させることも一つの選択肢として考えられる。